こんにちは、遠藤です。今日はブラックスクワット。先月出た FPS かな ?11 月だよね。に出た FPS をやってきます。で、モードがね、なんだこれ、僕、チームデスマッチかな ?5 対5ぐらいのチームデスマッチです。この手のゲームはね、なんだっけな、アバとか、スペシャルフォース2とか、あとこの前やった広角機動隊オンラインとかが近いのかな。まあ雰囲気は同じ感じだよね。なんか特徴は軽いのかな、これが。なんかノートパソコンでもできる FPS っていう風に歌われてた気がするよ。はい、で、武器がね、これは HK416 か、やらしてた。なんかオーソドックスな感じの武器で、まあ、まあまあな威力、まあまあな精度、まあまあな連射力みたいな、スタンダードな武器です。で、適当にプレイして、ちょっと、適当に胴打ちをしていく。なんかね、ちょっとやった感じ、これ、耐久力が、多いのかな?個人的な印象だけど、なんか耐久力が多い気がする。あんまり撃っても死なないんだよね。で、ヘッドもね、なんか一発じゃないんだよね。頭をバシバシ撃っても死なないし、胴体撃っても死なないし、結構、撃ち漏らしちゃうことが多いかな。あー、あれは頭当たったね。胴体とか何本撃っても死なないんだよね。さ?で、この手のゲーム、こういうマップ多いよね。なんか、チームデスマッチ用の、おっとっとって、光ってる。あの光ってるの何なんだ?目立つだけじゃねえか。ピンク色に光ってるのなんかすげえ目立つんだけど。あれ敵からも目立つじゃん。もっと。なんかこの倉庫系のマップって流行ってんのかな?どの FPS にもあるよね、この無料系の FPS。アバにもあったし、スペシャルフォースにもあったかな、こういうの。マップ自体はそんなにね、なんかもう大体わかると思うけど、そんなに広くなくて。で、道もあれかな。真ん中、左、右の3箇所と上通ってく道。計4箇所で戦う感じ。で、正面からね、打ち合うことが多いんで、まあ消耗戦みたいな感じにはなっていくのかな。まあ、このモードとこのマップだけで言うとあんまり戦略性はないかもね。このアイアンサイトがすげー使いづらいんだけど。なんか武器のカスタマイズとかはなくて、アイアンサイト使いたいならそれがついてる銃を買えっていう話ですね。まあ、この手のゲームはなんか一応やっては見るんだけど、そんなに長くは持たないんだよな。やられた。相手のトップが結構強いぞ。で、サブ武器がデザートイーグル。これがな、使いにくくてしょうがない。もうちょっと、レートが高くて連射できて、弾数の多い武器の方がいいかな。どこだ、どこだ。敵、後ろか?どこにいんだかわかんねえぞ。相手出た。ああ、適当に撃ってくる。全然当たらないんだよね。お?あ、そっちか。なんかね、音もね、弾当てるためにぐしょぐしょ言うんだけど、なんか、もう敵を倒しちゃったって勘違いして、まだ死んでないのにやれた。素通りしていくことがあるんだよね。それ勘違いすること多いから気をつけなきゃいけない。わかりづらい。なんか今ピンク色に光ってたけど、おぉ。ちょっとよそ見したところ疲れる。で、まあ、こんな感じですね。あとはもうダラダラ撃っちゃうだけっていう。これ150キルで、時間絶対足んないよな。もう一人、もう一人、もう一人。中から来てるか。じゃあ俺がやってやろう。ほら!ほらほら!
おお、光ってるよ。目立つな、あのピンク。こっちにも一人ピンクいるんだよな。めっちゃ目立つか、あれ。おっとっと。あの人、ね、箱の上に乗ってる人、あ、死んだ。光ってる人死んだよ。光ってっからね。と、ヘッド当ててく。おっと、あれ、当たんねえな。なんか、ちょっと、弾の挙動がわからない。あ、てかあのピンクの人まだ生きてるし、これなんだよね。なんかいい感じの、なんかヘッド打ち抜いたっぽい音がするんだけど、全然死んでないっていうね。お、いたいた。ちょっとよそ見しちゃった。で、入って倒していく。もう一人。すげえ音だよな。クシャーって、クシャクシャーって。お、さっきの人、まだそこにいたのかよ。 ピンクの人まだそこに死んじゃった。すげえな、ずっといるな。もうほら、光ってる光ってる。ハートこぼしながら歩ってるぞ。何なんだこれ。あれつけるメリットあんのか。今いたね。ほら、ほらほら、もう一人。ちょっと奥行ってみようか。おー、うまい。しっかり見てる。結構このゲームやってる人、うまい人多いんだよね。なんか全然勝てないわ。一方的にやられることもあるからね。お、来た来た来た。来たぞ。入ってこないか。光ってる。光ってる光ってる。姿まで見えてないけど、エフェクトが見える。 ひどいな、あれ。おっと、後ろ取ってく。え、これで死なないの？全然、これで死なないの？マジかよ。回帰力がな。ちょっと多めかな？決め打ち当たらず。おー。タイミングがすげえ悪かった。3分。ちょっと勝ってるか。もっとびっくりした。ああ、復活も早いんだよな、これ。すぐ復活しちゃうからさ、倒したと思ったらすぐ出てくるね。ある程度やったら引かなきゃダメかな。さあ、お、登って、見るが、ちょっと上登ってったのが見えた。すげえ爆発してるでしょ、俺。入ってこない。いた。やばい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 。こんなとこまで来たらもう引けねえ。お前だ。うわ、わかんねえ。わや。ぐっちゃぐちゃ。ひどい。クソエイムってやつですわ、俺。お、中でやられてるぞ。俺もやられる。このね、今の人強いんだよね。ボスですね、今回の。さあ、ボスを倒して奥に二人。これはちょっと、ピンクに光ってる人はどこ行った？右から行こう。右から入って、振り向いて、誰もいない。おっとっと。おい、危ねえ。ライフ4から買ってく。どうしよう、これ。もう引けねえんだよな、こうなったら。敵の後ろ姿見えるけど、一人やって、ああ、もう一人やれなかったか。お、でも、いいね、アシスト。アシストになったかな。さあ、左から行こう。一人、奥にもう一人、倒す。結構ね、これ、なんか ADS できるんだけど、しなくても当たるね。ただ、した時としない時じゃ、なんか、弾の散らばり方が、あ、違うから。まあ、使った方がいいのかもしれないね、遠距離。ただな、このアイアンサイトめっちゃ見づらいんだよね。さて、残り1分切ったけど。うぃ。登ってる人をやっていく。ハートが見えた。後ろに光ってる人いるでしょ。おっと、一人もやれない。さあ、これはもう、勝てるかな。このスコアなら。上にいるね。グレネードを投げて。おっと、目の前。おお。あ、グレネードか。これすぐ復活できるから、グレネードもね、すごい飛んでくるんだよね。
距離ある。残り17秒。よし、これでラストかな。これ突っ込んで何人かやって、1人2人、もう1人、もう1人、弾が6発しかない。ハンドガンで倒せないでやられる。光ってる人、なんか光ってる人に脅すとね、エイムがいっちゃうよね。そういうことで勝ちですね。まあ、単純なルールだから遊びやすいけど、ちょっと秋も来るのが早いかもしれないね。以上です。